こんにちは。今月の初めに私の長年の夢の一つが実現しました。それはライブのコラボレーションを国際宇宙ステーションので軌道を回っている宇宙飛行士とライブで行ったんです。これが若田光一司令官とのライブでした。私は NASA でバイオリンを弾いていて、若田さんは地上から高度400キロメートル回っていて、私たちはそこをシンクロしたわけです。天理大学が若田さんにこの照合の吹き方を教えました。ほんの数日の練習だけで素晴らしい成果を出されました。雅楽のライブがその時実は日本でも行われていて、同時に行われていたんですね。でこの楽器というのは実はもともとは宇宙を整えるために使われたものです。で若田さんが実際に宇宙でこの章を奏でたというのは非常に大きな意味があります。私はバイオリンを弾いていましたが、これよりも私はディレクター、それからプロデューサーというのを行っていました。そして実は宇宙飛行士との関係ですけども、何年か前に遡りマイク・フィンク宇宙飛行士と出会ったのがその最初でした。そして宇宙にいて何が変わりましたかと彼に聞いたところ教えてくれました。初めてスペースステーションからの窓を見て、そして地球を見た時、輝くような青、そして脆い生命が漆黒の宇宙に浮かんでいるのを見て、本当に大きく変わったということでした。そして帰還した時には、今までよりももっと深い尊重の気持ちを地球に対して持っていたと言っていました。じゃあこの経験、この感情、私たちまだ宇宙に行っていない人たちにどういうふうに伝えられるのかということを考えて、そしてこの美しい地球と意味をするベラガイアを始めることになりました。そして国連と NASA のこの平面の地図、そしてデータを興味をそそる没入型のデータの可視化にするという作業を始めました。じゃあメッセージをどういうふうに伝えるのか、この地球が生きていて呼吸をしているというメッセージをどう届けるのか、それも言葉も文字もなしに使えられたらどうだろうということから始まりました。これがベラガイアの言葉であり方法論です。人口の 50% 以上が今都市部に住んでいます。そしてじゃあ私たち人間としてどういうふうに自然界ともう一度つながりを取れるんでしょうか。Dust storm over the Sahara and caught up by air currents, reached the Philippines and settled there with rain. I understood that we are all sailing in the same boat.
今ご覧いただいたのは8分分のものなんですが、実は80分のもともとのショーでして、ライブのミュージシャンやダンサーがあったショーを8分の短縮版を見てもらいました。人間そして自然との関係、より深く探っているところです。そして私たちこの何人かの宇宙飛行士の方たちにこれをベラガイアを見ていただいて、その時にあ、もう宇宙に戻ったような感じだとおっしゃってました。それから気候変動に懐疑的な人たちの考えも一度のショーで変えました。 NASA が実は素晴らしい子ども向けの教育プログラムをやっているんですが、 90% 以上が地球に関して自分が個人的なつながりがあると感じるというふうに言っています。自分たちの生活に関わっているという気持ちになっています。このアートと素晴らしい科学との結びつきが一緒になって、そしてそこで進化が起こると思っています。私はこの計画に若田司令官が参加してくださって大変感謝しています。皆さんありがとうございました。